明治10年頃、1億人の昭和史、明治城、明治10年頃の長坂さらしなより文政へ7年、江戸買い物読案内、名物蕎麦屋より、長坂町さらしな蕎麦店の図より、総本家さらしな堀井、1789年創業、初代布屋清門、神田西旗町さらしな、1869年創業、初代布屋、上太郎、さらしなの里、 1899年創業、初代布屋、善次郎、大井布常沙良品。1963年創業、初代布屋、常次郎沙良品は、江戸の蕎麦屋の老舗で、沙良品といえば、やぶ、砂場と並び、蕎麦を三屋の一つに数えられている。沙良品といえば、瞳屋、麻布長坂の蕎麦天るを知る。実に、東京における一名物という別紙。本店は、 長坂町十三番地にあり、当主を堀井松之助という。その正方多店と全く意味して、色白くして細く、一見愛すべし。当店は奥座式とありて、通常の店舗と異なり、その地また、剣雑なら猿を持って、紳士の来たりて昇願する者多く、木とはさらに土産として持ち帰るもの少なからず。近来は汽車にのし、大阪、神戸、須磨、 赤市等に赴く遊郭も、またこれを軽ふるに至れり。支店は、神田区西基町五番地と日本橋区三大町四番地とに、あり。西方を通すべて本店に同じ。原店主は、第五代目なるよしなれば、古くよりありしとは明らかなり。昔、蕎麦霧をもってなたかかりしは、麹町の氷炭や、須崎の伊勢や、浅草の道光安東なりし、さらしなの名の氏は、 文化文政頃より並む、文政の江戸買い物町に、その名見えたり。新鮮東京名所図風俗画法、麻布区の巻の一、しな、明治35年3月31日より、抜粋マフ長坂の寂しい大通り、ぶり客の聞かぬ、変壁な場所の、さらしな本店は、三棟七室の客座敷に、いつも、遠来の客でにぎわっている。 表看板の布や他兵は、先祖が履いた、五服屋のわらじを、子孫に伝えて忘れぬための、美しい主人の心がけが聞われる。蕎麦屋に転業してから、三代八十年、さらしな蕎麦の生命は、罵声の果てまで伝えられ、あまねく人口に、感謝されている。宮城を、はじめかく宮家の御用を受けたまわり、家門の光、病門の誉れに、いよいよますます。 坂井くはかりだが、営業の方針は、あくまでも堅実を胸とし、運転を神田に支店を、神楽坂、日本えの木品川の三箇所に設けて、本店同様、そばあたりの歓迎を受けている。名物さらしなそばは、そば粉そのものが、特に限られた産地を持っているわけではなく、またその汁に、秘密の製法があるのでもない、要は、原料の銀味と、さらし粉の生鮮である、 注意深い用意によって特選せられているサラシコは普通のオットレのように製粉所の製品ではなくて昔のままの自家工場特製品である名物そばの秘訣がここに包まれてはいまいか。食案ギ東京の巻、サラシナ、大正14年国立国会図書館蔵書よりは薄い江から東京への時代を物語る蕎麦屋としては上野無極案、レンタマ案、団子酒屋部、 菊蕎麦、押上げのラン、麺、麻布さらしな、本所の白滝、深川の冬木、浅草公園の万世庵、軍玉庵、よろずやなど。大正から昭和初期にかけての有名店として、柳橋の吉田、銀座七丁目の長寿庵、日暮里の実月庵なども話題の種である。上原道郎著、蕎麦物語、蕎麦、江戸から東京へ。 昭和34年12月1日より抜粋、麻布長坂さらしな本店、1950年創業、初代、馬場茂太郎、長坂さらしなるの屋田平、1959年創業、初代、小林勲、新州さらしなおそ場所の看板を掲げていた、総本家と偽物とが、目と鼻の先でいがみ合っていたが、ついに偽物は退散、長坂のさらしなで名を売った。 そう本家は、繊細で焼かれてから長坂を降りてきて、麻布十番通りをちょっと入ったところで繁盛、六つの、視点を連ねて、昔ながらの味を伝えている。蕎麦その他、第一号、長坂散歩道から昔ながらの味、上原道郎著、昭和46年4月1日より、抜粋商売を長く続けていればいいというだけでは、ありません。 商売が繁盛すれば必ず偽物が出てきます。平気な顔をして、嘘をつく、真似をする店が出てきます。それらを一つ一つ乗り越えて本物にならなければなりません。かんだルネッサンス、2015年11月25日より一部、抜粋爆浪町三丁目横町、公衆やさらしなすばあり、品のすばの心ならん、人々ぜを称す。 浅草並木町寺やさらしな蕎麦、横山亭、甲州屋を学びしなり。蕎麦前書、日清社有教師著、寛永4年、江戸中蕎麦切屋の名目のことより抜粋、1億人の昭和史、明治城から、毎日新聞社、1877年、2016年2月24日、閲覧。AB、江戸買い物読案内飲食の部から、 国立国会図書館デジタルコレクション、中川五郎在門編、山城屋左兵ほか、1824年、2016年2月24日、閲覧。AB、風俗画報、新鮮東京名所図絵、第248号、麻布区の牧の市、さらしな、東洋堂、1902年3月31日、国立国会図書館像、マイクロフィルム、 2016年2月22日閲覧。ABCDEFG、蕎麦屋の形図、岩崎信也著、らし品の形図、公文社、2011年7月20日、国立国会図書館、蔵書。2016年2月20日閲覧。ABC、蕎麦物語、上原道郎著、井上諸九1959年12月1日、国立国会図書館、蔵書。 2016年2月25日閲覧。食案ギャ東京の巻、奥田裕久も課長、さらしな、教文館、1925年、国立国会図書館、蔵書、2016年4月2日閲覧。AB、蕎麦その他、第1号、長坂散歩道から昔ながらの味、上原道郎著、昭和46年4月1日、国立国会図書館、蔵書、 2016年2月25日閲覧。控訴を棄却する東京高等裁判所、商標権民事訴訟控訴審昭和61年4月24日、2016年3月4日、閲覧。AB、長坂しな商号争い、蕎麦店老舗敗訴、朝日新聞、1984年5月30日、2016年2月20日、閲覧。 原告側の請求を企却する東京地方裁判所、商標権民事訴訟、昭和五十九年五月三十日、二千十六年二月二十九日、閲覧。老舗せ蕎麦屋のの連裁判、長坂さらしな仲良く両店で商号争いに、蹴り、東京地裁、使用差し止めしりぞけるから、毎日新聞老舗長坂さらしなが二十四年前に、九州合併された時点で、 老舗の称号はなくなったなどとして、老舗の流れを組む、蕎麦店の称号使用差し止めを求める訴えを、退ける判決を下した。2016年3月1日閲覧。神田ルネッサンス102、神田学会、2015年11月25日、2016年3月1日閲覧、馬場屋、麻布長坂さらしな本店と、小林屋、長坂さらしなるの野田兵が、代表格。 そば前書、日清社友教師、七1751年、江戸中そば切り屋の名目のこと、2016年4月4日、閲覧。ありがとうございます。